インボイスという大増税岸田増税で日本が滅ぶ週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオこの番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です こんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田奈尚です先週ねまあ岸田大増税時代ね大公開時代ならぬ大増税時代の話をね、はい、まあしましたですけど、うん、実はね一個ねまあこれ来週しっかり喋るがちょっとこの話はちょっとやめとこうと思って今なかったことがあるんですよ、うん、それがねインボイスインボイスたの良いよく聞きますよ、うん、今 ね、これ一月ぐらい前かな、なんか一回ちょこっと、うん、このね、あのー、消費税減税日本復活論消費税減税で日本の未来はバラバラになるっていう話の紹介をした時にもちょっとインボイスの話しましたけどね、はいはい、でこの本の中でもこれ森淳さんが税理士で、えー、公認会計士の森淳さんが一番最後にこのインボイスはほんまにしゃれなりませんよということをまあ書いてあるんですけど、まあ、これがあの来年の10月。 に導入されて、もうなんか規定路線のようにね、今もなんかインボイス対応はこうしましょうとかね、うんうん、最近いろんなあのー、コマーシャルだとか街角のなんか宣伝とかでもね、はい、ポスターとかのインボイスについてどうだろうと書いてあるんですけど、はい、みんなわかってないと思うんですよ。な、うんやろう,うん。で、これもあの、前回お話した話と一緒で、関係する人ごく一部のように言われてるので、 だ他の人も、よう分からんわ、っていうことになってて。で、そこの改変なんですよね。だからみんなよう分かってないっていうのはあるんですけど、うん、これはっきりで結論から申し上げると、二つ申し上げます。これは増税です。消費税の実質的な増税になります。で、消費税の実質的増税だから、零細業者の方困るのはもちろんのこと、普通のメーカーも困りますし、で、一般の消費者も物の値段がインボイス制を導入されることで、 高くなるから、これ実質的な消費税増税と何ら変わりません。ただインボイスって言,って言われてるからなんか、ようわからんだけど、うけん、実質上のこれ増税になるということをこうしっかり知っておいてもらいたいと。で、これをね、ただ、このインボイス中のこれ、なんなんやってうのが、 分かられてないからみんな反対できてないだろうから、うん、今日はね、30分かけてじっくりこのインボイスっていうのが何なんか、なんでこれが増税なっとるんや、という話をしたいと思います。で、中にはインボイス入れるのは当然やんけ、だって今まで払ってへんかったやつが払うようになんねんから、当然のことになっただけで何が問題やねんっていう、ちょっと知ってるけれども、あんまり分かってない人の意見があったりとかするんですけど、うん、今日はね、そんな意見も間違いであって、これほんまにのこともないもんなんや、ということをね、 じっくり話しししたいいいと思まますよろしくお願今日はインボイスのヤバさがよくわかる30分午後10時までお付き合いくださいこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北交観光バス株式会社の提供でお送りします しています週刊フライテリオン藤井さとしのあるがままラジオ今日のテーマはインボイスという大増税、うん、岸田増税で日本が滅ぶもうなんかずっと日本滅ぶって言ってますねここ何週間か、まあ、岸田さんがね本当に日本を滅ぼさせる 最小になってるからもうしょうがないんですよね。本当ちょっと正気を取り戻してもらわなあかんわけですけれども。はい、今日の話ね、だからまずそのインボイスのことをみんなようわからんのは何でかって言ったら、消費税って一体何なのかっていうことをいまいちみんな分かってないからなんですよ。で、詳しくはね、これあの、森淳さんと一緒に出した消費税減税日本復活論ね、読めば、ちゃんと分かるようになっていますけど、消費税って一体何なのかっていうことを丁寧にカチッカチッとね、あの解説してるので、で、これをね、 いただければわかると思うんですけどまずね消費税ってなんかみんな思ってんのはね100円のものがありますね、うんはい、ほんまじゃ100円なんやけど消費税が10%つけられた110円になりますだから、うん、あの税金として10円払います、うん、でこの10円が税務署に入ります、うん、はい。って思ってるじゃないですかそうですねこれ嘘ですえ嘘す？<う>嘘なんですか、まあ、完全にそうですこれあの裁判でも これ嘘ですっていうことが確定してます。えー、まず、税金払ってるのは、僕たちじゃないです。<う>当然払ってないです。そんなもの。だって僕たちが払ってるのは、110円の対価を払ってるだけです。はその品物に対して。今言ったストーリーでね、110円で買ったとしましょうよ。うん、例えば110円の何かジュースかなんか。100円がジュースのお金で10円が税金って思ってるじゃないですか。うん、でも、 実態はそうじゃないっていうことが裁判で確定してて、実態は110円のジュースを買ったんですよ。<ー>で、この110円のジュースの中には何があるかって言ったらね、うん、もちろんその、原材料費、で、官のお金、それから、あの、人件費、それ作った人、だから運送費とかいろいろありますよね。で、さらにその中に、法人税も入ってますよね。そのメーカーが払う法人税もありますよね。はい。 それからさらに賃金も入ってますから、うんうん、賃金も入ってますよね、その労働者。はい。ので、その労働者の賃金の一部はこれ、所得税にもなりますよね。そうですよね。だから、その原材料、人件費、えー、で、それから所得税、法人税も入ってますよね。で、そのうちの一つに消費税っていうのが入ってるわけなんですよ。その消費税っていうのは10円なんかっていうと、わかりません。 はー。消費税っていうのじゃあ、あの価格帯っていうか、うん、こう、だら、されてる、うん。消費税っていうのは、うん。伝票に書かれてますよね。はい。嘘なんです。はい。<laughs> 嘘です。嘘なんや。嘘です。実体は、僕たち今110円払いますよね。うん。じゃその110円から、あの、メーカーに払ったり、労働者に払ったり、で、法人税として納めたり、で、消費税として納めたりとかしてるだけなんですよ。 まずこういうふうに理解してください。<ー>で、何もその110円払うときに、僕は今、うん、この会社の法人税で7円払ってますって思ってないでしょ思ってない。110円払ったらこのうち賃金に何割かなって、そのうちの一部であるところの13円が所得税になってますって思わないでしょ思わない。だけど、消費税だけはなんか知らんけど10円払ってると思っとるんですよ。思ってます。でこれ法律的にはそうなってないんですよ。はー 法律的にガソリン税はそうなってるんですよ。はいはいはい。ガソリン税はもう明確に1リッター25円かかりますって決まってるんですよ。うんうん、で、暫定税率っていうのがそれで25円とか26円とかありますって決まってるんです。そういう種類のもんがあるんですけど、消費税はそうなってないんですよ。うーんでね、もしそうだとしてみなさいよ。はい、ね、してみなさいよって。<laughs> ね、ちょっと考えて新た立ちょっとガソリン税。うん、ガソリン税は、だからまず1リッターで、 え、例えば、こう、原価が100円で、そこに、まあ、ガソリン税50円かかってるとしましょう。150円。そしたら、この150円の10%の15円払ってるんですよ。 税金の税金払るとるんか、俺がと。意味わかんないですよね。税金に税金、えな、なんやねん、これってなるでしょなりますだから法律的には消費税はガソリン税にもかかるから、それは、その間接税じゃないって決められてるんです。はぁー。これ、このガソリン税の問題が結構本質です。はい,は,いはい。で、この問題があるから、あの、間接税とはな、なりきれない本です。そしたらどうなってるかって言ったらこう考えるんです。 例えばね、さっき言った、110円の人いたとしましょう。で、この会社があったとして、で、110円で売りましたと、缶ジュで、この会社はもうすごい大企業で、あの、みかんも自分で作ってるし、えー、っと、ブリキー缶も自分で作ってるとしましょうよ。だから何もかも作ってて、下請けいないとしましょう。はい、全部。そしたらどうなってるかって言ったら、110円の売り上げのうちの11分の1である、 10円を消費税と呼んで納めなさいって税務署に言われてるんです。だから100円に10円とかっていうことになってこれ今一緒なんですけどね。うん、でも実際はそうじゃなくて、下請けいるじゃないですか。はい、下請けで原材料買うでしょ缶とかみかんとか。うん、例えば110円のうち50円原材料費で払うてるとしましょうよ。 いや、実はこの110円で売るとき50円原材料費凍ってるんですよと。ほしたら税務所は何て言うかって言ったら、あ、そうなんですかと。ほしたら110円のうち50円が原材料費やから、お宅は60円分の、はい、おー、あらりがあったんですの、ね。これあらりっていうんで。はいはいはい、わかります,りますその、総売上げの必要経費抜いたやつ、うん、あらり、あらり益って、ある種の利益です。うんうん、消費税っていうのは、あらり益60円のうちの11分の1を払いなさいって言ってるんですよ。 そうなんです、ね、うん、だからね、5.5円ですね。少数第一まで。だから、今言った話だったら、はい、この業者が払ってるのは5.5円なんですよ。うん,う,んうん、うん、ね、うん。消費税と。消費税と。消費税払ってるのは5.5円です。はい。ほんこの50円どうなってんねんうん。っていう話ですけど、50円分売った業者がいますよね。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。売った業者。その業者が、50円儲かってるじゃないですか。 そしたらこの50円のうち、この業者は、50円の11分の1払えって言われますよ。その、おろしというか、下請けというか。はいはいはい。だから50円の11分のうちは下請け。で、60円の11分のうちは元請けというか、うんうん、感受性が払ってるっていう。もうんはい、まあそういうことになってるんですよ。これもみんな知らないでしょうん、知らない。ところがですよ。消費税をこれ、要するにまあ法人税と一緒なんですね。 法人税って何かって言ったら、純利益の23.4%とか払えとかって言われてるんですよ。二十何とか。はいはい。純利益って何かって言ったら、総売上げがあったら、あらりがあるでしょ原材料で。あらりからさらに人件費除くんですよ。うんうんうん。うんうん、したら純粋な利益っていうのがあるんですよ。はい。こんだけが本当の、そうそう、本当の利益ね。うん。それが純利で、これに法人税がかかるんですよ。はいはい。 だから、法人税っていうのは純利益にかかるものであって、消費税っていうものは、粗利益にかかるものなんですよ。粗利にかかるものですだから、すべての会社は2種類の税金を納めてるんですよ。はいはいはいで。ここまで理解できましたはい。ここまでね。それ、はいはい、でね、でっていう11分の1、粗利の11分の1払うなあかんのですよ、全部の業者は。でもね、あのー、所得税とか、えっ、ー、と、収入がすごく低かったらもう5とかな、じゃないですか。 で、めっちゃお金儲けてる人40、40%とか50%払うなあかんですね、所得税って。うん、だからこう、累進税っていうのは。で、消費税も同じものがあって、あんまり儲けてない会社可哀想やから、うん、免税措置って払わんでってなってるんですよ。ああ、はいはいはい。払わんでいいんですよ。うん、で、総売上げが1000万円以下のちっちゃい零細企業は法人税払わんでいいんですよ。で、1000万以上あるところはお金払わなあかんってことにこう、まあなってるんですけどね。で、このインボイス制度っていうのは、 この人たちにも税金払えと命令するような制度なんですよ。さらに徴収されてるう。そうそうそう。だから1000万円以下の人は今、消費税払ってないんだけど、うんうん、それ払わなあかんってことになるっていう。あー、うん。だこういうことが増税なんですよ。で、なんでそうなるかって、これまたややこしいんですよ。うん、こっからね、これこれね、これね、れステップ7で話していきますけどね。まあ、ステップ1、売り上げの11分の1が業者が納品していると。はい。ステップ2、 ただし、C11 の消費税を払わなくてもいい。さっき言った60円の話です。うんうん、ステップ3。ただし、冷裁業者は消費税が免税となっている。でここまで申し上げました、ね、ステップ4。で、インボイス制度が導入されたら、C11 を差し引くにはインボイスが必要だとなるんです。うん インボイスって何かっていうと、これ要するに請求書ということです。はいはいはい。インボイスを発行するには、インボイス登録っていうのをして、僕が例えば下請けの業者だとして、僕インボイスという制度に入ったら、えっ、ー、と、僕領収書切りますよね。お金もらったら。うんうん、どうぞ。でそこに、私はインボイス業者ですっていう、ハンコをついて渡してあげるんです僕インボイス業者だったら、うん。そしたら、そのハンコ付きの領収書だったら、その元請けは使えるんですよ。 この領収書もらったから、この分、あのー、消費税払うときに差し引けると。原材料費の証明になるので。はいはいはい。今だからその、110円で50円元受けから持てるという50円を税務署に証明するときには50円分の領収書が必要なんですよ。うん,うんうんうん。領収書があったら、あ、その分原材料費やってな。そしたらその分消費税の計算から差し引いくわってことになるんですでところがね、インボイス制度が入ったら、その領収書に、 インボイス登録業者です、証明、インが必要なんですよ。インボイス証明がない、登録してない業者からもらった領収書は価値ないんですよ。ええー、え、領収書なのにうん、領収書なのに価値がないんですよ。ええ。その、消費税の計算の時には。へえー。で、そうなったら、元請けどうするかって言ったら、そんな会社から領収書もらわれへんわ、と。だってね、引けなくなっちゃうんですよ、ね。そう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 。だから、 インボイス登録してるところと仕事するわってなるんですよ。なりますよ。そしたら、今までインボイス登録してない1000万円以下の人どうするかって、いや、インボイス登録するから買ってくださいって言うでしょうん。そしたら、税務署は、インボイス登録したよな、お前と。そしたら、お前も消費税11分の1払えって言うんですよ。えーもうそれ、なんなんですかもうや、やらざるを得なくなっちゃうじゃないですか。そう だから俺、ステップ4言いますよ。インボイス制度が導入されれば c 1分を差し引くにはインボイスが必要だとなる。えっと、ステップが、業者はインボイスに登録しない下請けからものは買わなくなる。うん。そしたら、結局、登録せざるを得なくなるじゃないですか。うん。だって買ってくれなくなっちゃうのよ。冷裁業者でも。うん。で登録したら、結局、売り上げの11分の1を払わざるを得なくなるわけですよ。うん。っていうことで増税になるんですよ、この人。 はなくてよかったものが、そう,そう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 。払わないといけなくなっちゃうからでね、これ日本の商習慣でよく知られてるんですけどね、うん、元請け下請けってやったら、消費税払ってないんですよ。うん、もう消費税込みの金額で、ああ、10万円でいいよ、とかってやってるんあす、うん、ふんふん。いるんですけど、これから、だから、そのままやったら、その10万円のうちの11分の9000何ぼかは、下請け払わなきけあきませんや。はいはい。それ嫌やから、いや、10%払ってくださいと。今まで10万円で取引だけで11万円にしてください。うん。 って、言わざるを得なくなるんですよ。そうなっちゃいますよね。そんなん嫌やって断られたら10万円のままで、その元請けの9000なんぼは、あの、下請けが払わなあかん。で、そうじゃなくて、あ分かった分かった、消費税君は払わなあかんな。だから11万円にしてあげるよって言ったら、今度は業者の方が1万円余分にかかるわけですよ。はいはいはい。 何しても、税務署からしてみたら、うん、あの、下請けか元請けか何かじゃないけど9000円払えよお前って言ってるわけですよ。でそれを下が被るか上が被るかっていう話。もうどっちかってことですよね。うん、ですよね。そしたら元請けはね、1枚払うの嫌や,いや本社価格に転嫁署になるわけですよ。うん、だから、税務署はとにかく、今言った10万円の小取引があったら9000ぼ取れるわけですよ。という制度がインボイスなんですよ。 最悪ですね。で、これはね、その、うん、そ、どっからお金引っ張ってくるかっていうのは、うん、マーケットによるので一概に見えません。うん、消費者が被ることもあれば、下請けが被ることもあれば、うん、元請けが被ることもある。だから大増税なんです。結局その、儲けが、ま、いった少ない、人が、首締められてるなっていうイメージありますね。ということで、今日は、あフォーククルセイダーズさんに、この間川端くんがね、紹介してくれたフォーククルセイダーズからもう一曲、帰ってきたよっぱらい。 週刊クライテリオン藤井聡の「アルガママラジオ」「ザ・フォーク・クルセダーズ」で帰ってきた酔っ払いお届けしましたこれ僕子供の頃よ流れてたんですよ僕68年生まれね1968年生まれで、ねはい、これね67年の曲なんですようんでね「このザ・フォーク・クルセダーズ」ってまあすごいこれからメジャーになっていくんですけどこれがデビューアルバム そうなんですよ。うん、なんですよ。<ー>これなんかね、あの、普通に歌ってるやつをね、高速回転して、<ん>ほら、死じまったこうね、高速回転にするようになってこう、おもろいなちゅうことで売れたんですよ。天国いいとこ一度はおいで、酒は綺麗いで姉ちゃんは綺麗いいなわぁ、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 わーでもう楽しいんですよ、なんか。ね、こうコミカルソング。あ、そうそう、なんか、あ、天国楽しんでんな酒もうまいし、姉ちゃんも綺麗なんや、な,うん、なんか、<laughs> 死ぬっていうことがね、軽く、 感じるんですよ。で、天国行って、で、天国が酒はうまいし、うん、姉ちゃんも綺麗なんやと。うんうん、ふーん、みたいな感じで、でも好きだったんですけど、はい、俺ね、改めて今回書けようと思ったのは、こんなこと言うてるから岸田総理みたいなが誕生したし、ふざけた国になって、もうインボイスやとか消費税10倍とかなってんやなぁもう、もう50年以上前からこうやって日本人ふざけてからこうなったんやわ、っていうのよう分かった。 たんですよちょっと解説するとね。これ、はこの曲はね、飲酒運転で交通事故を起こして死亡した東北弁を話す主人公が、まあ、天国へ行くっていう話なんです、うん、で、天国行ったら、酒はうまいし、姉ちゃんも綺麗でも、もう、もう死ぬ前も酔っ払ってなんかフラフラーってしてたし、天国行ってもずっと姉ちゃんと酒で遊んどると。で、そしたらもう神様に怒られるんですよ。怖い神様が関西弁で、お前あかん、出ていけって追い出されて、 で、もう一回、あのー、天国から追い出されて、また田んぼに戻ってきたっていう、そういうストーリーの曲なんですね。で、なんか僕は子供心に、うん、なんか楽しいなぁと。酒はうまいし、<laughs> 姉ちゃん綺麗なのや。<laughs> 楽しい曲なね、すよ、うん。天国、い、ね、いとこ一度は置いと行ってみたいのみたいな感じでね。だからこの、死ぬっていうことをこう、深刻に捉えてないんですよね。でもずっと酔っ払ってたらいいやんと。で、神様、 ってね、もっと怖いはずやのに、結局この、神様の上に立ってしまってるんですよ、この。ああもう、なんていうか、ああお前出ていけ、お前お前みたいなやつも面倒見切れんわっていうことで、まだ飲んだろんか、お前は <laughs> 出ていけ言うてね。うん、でもこの、<laughs> すんまへん、言うて。スす,すちゃらか社員的なね。なんかその、神様という権威でも持て余すような存在として、ふざけた人間というものが、実は一番偉いんだ、みたいな。うんうん ノりにこうなってるんです、はい、で、このノりがね、まあ、しなけ世代だとかね。うん、今のその政治に対して、適当なとかっていうね、前にずっと繋がっていって、要するに、名帝してるんでずっと。で、その名帝が今、やっぱ岸田さんもほぼ名帝状態になって、増税ばっかりして、日本地獄域になって。で、あれから50年以上経って、単なる酔っ払いのサラリーマンが今や、総理大臣になったなと。やばいなと。 あの目覚ましてください。週慣くらいてるよ。藤井聡のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。 では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。うん、でね、これ、まあ、ざーっとこうお話しましたけど、最後まとめてお話したいと思います。そもそも売上が1000万円以下の零細業者は、消費税についての納税義務がないんです。第二、法人税としての、お消費税を納税する必要がなかったんだけど、はい、インボイス制度が入れば、その分もがっつり財務省が巻き上げることができるようになるわけです。うん、で、そうした財務省が吸い上げる増税分っていうのをね、これを零細業者ご本人が、 かぶる場合もあれば、あるいは、その分増税、その、余分にお金取るようになったら、元請けの業者がかぶるケースもあれば、うん、で、あるいは、その、消費者の、が、あの、値段が上がるということで負担するというケースもあるので、要するに、財務省が吸い上げる分が増えるんですけど、その分、零裁業者か大企業か消費者の3社が、それぞれの、うん、お立場の中で分担していくということになるんですよ。だから、税にとっての増税になるんだ、ということ、うん した従って、えー、繰り返しになりますけど、あらゆる業者と消費者全員がインボイスによってダメージを受けると。えー、例裁業者をこれまで払っていなかった10%の消費税を、納めることを通して。 業者はこれまで免税されていた零細業者からの消費税分を納税あるいは零細業者への支払いとして負担することを通して。で、消費者はこれまで価格に上乗せされていなかった零細業者が納税する消費税分の一部を負担することを通して、増税することになるんです。こうして、インボイスが来年10月に導入されたら、零細企業の経営が非常に苦しくなります。それと同時に多くの 企業が倒産廃業に追い込まれます。で、あらゆる業者さん、これは零細業者以外の、あらゆる業者さんたちの利益が損なわれ、挙げくに消費者が払う物価もさらに高騰するということになると。<ー>すなわち、インボイス制度とは、インボイスというわかりにくい言葉でコーティングされた特殊な形態の消費税増税なんです。 増税なんです。ですだからね、こんなもんね、もうややこしいかもしれんけど、これもう一回聞いて、いろんな人に拡散して。はい。でも、インボイスやめましょうや、岸田さんという声を国民的に上げようではありませんか。そしてね、この消費税増税、うん、日本復活,復活これ読んだらもうインボイスあかんのもっとようわかりますから。うん、もうみんなでそういう声を上げようではありませんか。<laughs> いやもうね、<laughs> 本当に、あのー、ふざけてないで、ほんまにね。いや、ほんまにそうなんですよ。うん、大変なことですから。いや、んね、ほんまなんですよ。うん、これね、これをきっかけに、本当にね、うん、ちょっと考えてみてください。うん。もうしっかり考えてないといけない、ねはい。そう、もう地獄に落ちます。もう日本確実に岸田内閣で地獄に落ちますから、ね、<laughs> これは。うん。お願いします。はい、そして表現者、暗いリ竜の最新号では、第3次世界大戦と戦後新秩序、台湾、ウクライナ情勢の中長期展望、こちらをテーマにお届けしています。 ぜひチェックよろしくお願いいたします、はい、でこんなことになってんのも岸田さんみたいな人がいろんなところで増税ばっかりして経済が悪くなったから、うん、戦争状態が導かれるっていう構造があるんですそんなこともこんな雑誌で論じてますからまた見ていただければと思いますホームページでは一割お得な定期購読もご利用いただけますまた番組では藤井編集長への質問やご意見お持ちしておりますメールアドレスは 藤井アットマーク KBS. 京都ですよろしくお願いいたしますそれでは編集長今夜もありがとうございました、はい、それではまた来週月曜午後9時半までさようならこの番組は日本タクシー株式会社大阪運輸倉庫株式会社北港観光バス株式会社の提供でお送りしました